こちらが旧英国領事館です。イギリス風の建物と日本風の瓦がとっても素敵なコンビネーションですね。こちらでアフタヌーンティーを楽しんでいきたいと思います。お茶にカモミールとジンジャーがブレンドされたオリジナルの紅茶です。生姜の香りが効いていてめちゃくちゃ温まります。美味しい。手作りのスコーンです。外はカリカリで中はめちゃくちゃふんわりしてて甘くて美味しい。1906年に建設された古い建物です。この雰囲気が観光客の方たちに大変ご好評をいただいております。また中に入りますとこんなところにイギリスの人たちが来てたんだなっていうところを見ていただければと思います。お待ちしております。